音声でございます。朝のトークやっていきたいなと思います。おはようございます。というところで、昨日 YouTube ライブありがとうございましたというところで、はい、いい感じに酔っ払っているんですけども、朝のトークやっていきたいなと思います。昨日はですね、なぜか地名の読みから入って相変わらずオープニングがなんかよくわからないオープニングから入って、結構ね、地名難しい、やっぱね、場所場所によってやっぱりね、難しいなと思うんですけども、あ、そうそう、あれを出せばよかったな、昨日。青森県で100の石って書いて何て読むかって、ね、やればよかったなあ。でもそれって言うと、ね、沖縄とか難しいですよね。だってね、チャタンとかね、絶対読めないですもんね。チャタンがまあ読めないですよね。絶対北谷って読む人多いかなと思うんですけど、そう、沖縄の読み方はね、女村とかは女村も読めないですよね、結構ね。はい、与那国とかはあれか、あとあれか、国頭って書くやつなんて読むんだっけ、忘れちゃったけどあれとかもね、結構難しい。やっぱ沖縄とかも難しいかな、どうですかね。やっぱね、その場所その場所によってね、地名難しいなと思うんですけども、朝の動機やっていきたいなと思います。さあ、そして、昨日ね、メインの YouTube ライブ終わってからアフタートークみたいな形でひたすらご飯の話になっちゃったんですけども、結構ね、皆さんいろいろアイディア出してくれて本当にありがとうございます。いろいろね、行ってみたいなと思うんですけども、やっぱりそう、ご飯食べるのがすごい好きなんですよ。でやっぱ土地でね、いろんなものを食べたりとか、いろんなものを知ったりとかです。で、昔と違ってやっぱ携帯ありますんでね、その地区で行った時のやっぱ食べログで、ね、ペペッと調べれば、ね、美味しいお店見つけれるので、予約が絶対じゃなきゃとかじゃなければ結構ね、自分はやっぱり好きですね。はい、なんだろうね、やっぱご飯食べるのいいですね。はい、なんだろう、なんですかね、いつの間にかやっぱご飯を食べることが幸せって、ご飯を食べれることが幸せ、そう、食べれるうちに食べたいっていう気持ちが強くなってしまっている感じはありますけど、というところで、昨日の余韻を引きずりながら朝のトークなんですが、今日はね、比較的まったりなのかなと思うんですけども、明日、いよいよ、ドリームステージじゃなくて、なんだっけ、この人たち、ドリームネクストチャンネクストステージだと思ったらネクストドリームだった。はい、キャプテン翼ネクストドリーム編のシナリオの多分おそらく実装とガチャですね。そしてチャレロで夢玉35回収できると思うんですけども、これやっぱね、若林、多分この中の誰かはフェスで出てくるのかなと思うんですが、はい、美咲くんね、最近ちょっと弱ってきてるんで、強い美咲くんも欲しいかなと思うんですけど、この翼くんがね、どのポジションでやっぱ出てくるかっていうのがすごい気になるなっていうところですね。そして、運営さんが言ったように新キャラも実装するっていうので、これ多分ムーバッペとネイマールかなと思うんですけども、まあ、名前どういうふうにしてくるかというところと、あとね、石崎くんがやっぱインテルに入ってるっていうところで、インテルに入ってる見てるインテルに入ってる、そして見てるよくわかんないテルつながり、インテルっていうとね、パソコンのプロセッサーの名前のようなイメージになっちゃうんですけど、はい、インテルに石崎くんがいてる、もうやめよう、はい、石崎くん、そう、石崎くんなんか多分長友選手枠なようなイメージな感じなんですけど、浦部はどこ行ったのかなっていう気がするんですが、そうするとジュビロから結構抜けてるんだなというような気がしたんですけど、そしてナポリが実装されてというところ で結局ライブ中に相田くんのチームはブレーメンでいいのかどうかっていうところで、ただ有名欧州クラブって言ってたんで、多分どこなんでしょうね、ブレーメンなのかな、どうなんですかね。はい、だからここで一気にね、4周年のガチャの流れ、ライさんの流れから、一気に多分クラブ押しできて、この辺のね、今表示されているキャラクター全部、ガチャで出てくると思いますので、まあ、絆と、まあ、潜在の内容次第、ここなんですよね、ガチャ引く引かないが、欲しいキャラクターでも絆と潜在の内容次第ってよく自分も言っちゃうんですけど、このキャラが欲しいから取るっていうよりは、やっぱりその絆と潜在の内容がいいからガチャしていくとか、今のデッキの自分に絆と潜在が非常にハマってチームの効果を上げるからっていうところで、キャラクターが欲しいとはちょっと変わってきちゃってる、ね、時代になってきてるのかなとちょっと思いますね。はい、その辺はね、ひしひしと感じるかなと思います。はい、さあ、そして、でこの相田くんがね、どこのチームかっていうところなんですけど、デイリーシナリオとログインボーナスというところで、やってくれるのかなと思います。
はい、結構飲んじゃったんで、ちょっとねあんまり長く喋れないかもしれないんですけども、あとはドリームチャンピオンシップのラウンド2が金曜日から始まるんですが、まあ、こちらはラウンド2までは結構気軽っていうところで、負けてもね全然構わないんで、まあ、あの合間の最大5試合の最大ポイントが順位に反映されるということなので、まあ、数多くこなしていくっていうのが結構いいんじゃないかなと思っております。はい、さあ、あとはそんなところですかね。そして、ガチャの方で松山くんがやっぱり、ね、今回のピックアップ外の中での来3のキャラクターの中にも入ってなかったんで、松山くんの処遇がね、あの結構 YouTube ライブでも、分かれてましたけど、優勝でみんな持てるようにする、もしくは今回はもう出ない、あとは第3弾の日本代表があるんじゃないか、そこの中でいるんじゃないかみたいな話はあったんですけども、実際ね松山くんの処遇はどうなのかなというのがねちょっと気になるところかなと思います。はい、さあ、そして、あとは連盟対抗戦がもう今日と明日でね終わって、まあ新しい結構そうですね、まあ、やっぱ回を追うごとにやっぱりそのツイッターの方でもやっぱり連盟員募集しているツイートを非常に、見受けられますし、何かねそうですね対抗戦だからどうなんでしょうね、連盟対抗戦をね区切りにやめていく人も結構多いので、まあ、その辺が本当にいいことなのかどうなのかなっていうのでちょっとね自分最近ちょっとその辺を思うようになっちゃいましたね。まあねやっぱり4年も続いてるアプリなのでやっぱり離脱は一定数しょうがないかなと思うんですけども、はい、まあね、なるべく、ね、せっかく長く付き合ってきてるアプリなので楽しくやれればいいんじゃないかなと思います。はい、さあそして、YouTube ライブ中にアンケート機能というのが、実は結構前から実装されてまして使ってみたいなと思って、アプリの方のですね皆さん興味あるやつっていうのが、1位が、戦いドリームチームですね。今後の戦いドリームチームにやっぱり皆さん一番興味あるなっていうのと、はい、コードギアス、そしてテンスラー、この辺ね今後テンスラーコードギアスに関しては今月ですね。はい、で大の大冒険系も1日遅れで今月で、テンスラだけは、今年配信だっけ、今年配信っていうのは、決まっているんですけども、日付がまだ決まってない状態、なんか一説にはねいい夫婦の日みたいな感じでもね言われてるんですけど、まあ実際蓋開けてどうなるかなというところかなと思います。はい、さあ、というわけでちょっと、短めなんですが今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですけれども、YouTube ライブ、気まぐれでねいきなり始めたりしますので、もし皆さんお時間ありましたら遊びに来ていただければなと思います。はい、そしてあとですねもしよかったらですねまだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録ぜひよろしくお願いできればなと思います。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。